はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の作図丸1をお送りします。で、ここからね、タイトルにもあるように作図に関する問題、これもシリーズで何本か取っていきます。で、今回はまず2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてもらって、で、これ長さの指定特にありません。だから似たような三角形書いてもらって、こっちは線分でいいんですけど、書いてもらって、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、厳しいと思う方は、今からね、自分の方が書き方やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、この三角形、ABC の内接円、書いていくんですけど、それをね、やっていく前に1個お願いがあって、作図っていうのは中学校1年生で1回やってるんですね。で、そこでやってる、垂直二等分線。で、角の二等分線に垂線です。で、この3つの書き方っていうのは、高校によっては復習してくれるところもあるんですけど、基本的にその書き方は知ってますよねっていうスタンスで始まります。だから、全然その確認させる、せずに、全然やっていくの。それ何書いてるんですかみたいな、ことが起きることがあります。なので、中学校の時に作図が苦手だった方とか、今ね、言われて、その3つの書き方が、あれどう書くんだっけとかって思う方は、今回動画概要欄の方にリンク貼ってるんですけど、中学校1年生の69番の動画、作図丸一と同じタイトルなんですけど、それをちょっと確認してもらえたらと思います。そこが基礎になりますんで、もしよかったらお願いします。じゃあ、行きましょう。で、内接円なので、全部の辺に接する、中でね、接するこういう円を書きたいんですね。で、これは内接円の特徴を思い出すと分かりやすくって、内接円っていうのは、全部の角の角の二等分線の交点。それが内接円の中心になります。で、中心さえ分かってしまえば内接円は書けるからと。もちろんちょっとね、他に書くこともありますけど、だからそれを書いていきます。で、ちゃんと書くんだったら全部書くべきなんですけど、でも基本的には2つ書けばその2箇所の交点で分かるので、まあ、もしね、学校の先生が全部書けよって言ったら書いてください、それは。で、書かなきゃいけないんだけど、基本的に2つでいいです、自分は。では行きますね。で、さっき言った角の二等分線なんですけど、まずこっから行こうか。で、自分、ホワイトボード用のちゃんとした定規とかコンパス持ってないので、書き方だけフリーハンドで書いてしまうんで、ちょっとそこ申し訳ないんですが、まず適当にコンパス開きます。で、ここに刺すと。で、コンパスの後赤で行きますね。定規青で書きますけど。で、適当にまずシュってこう書いてください。曲がっちゃった。こういう感じでね。で、ここと、ここに針を刺して、ここから、間隔を変えずに、2箇所、シュッと書きます。で、こっから、癖で赤でいってしまった。定規は青だね。こっから、ピーって引いたのが角の二等分線です。で、同じように、まあ、どっちでもいいんですけど、またここにコンパス刺して、シュッとやります。で、こことここ。ここはコンパスの間隔を変えずに、シュッと書いてください。で、よいしょ。こういう感じで引いた、ここが内接円の中心になります。で、こっから気をつけなきゃいけないのは、じゃあ内接円の半径どこっていう話なのね。で、これはどこでもいいんですけど、まあ下がわかりやすいかな。ここを通るような垂線を書いてください。で、なぜかっていうと、必ず内接線こうなってるので、接線になるから、ここは垂直になります。だから垂線を書けば、それが絶対半径になると。で、垂線の書き方は、その中心のところに針を刺します。適当に開いてください。ちょっと大きめに。開いて、針を刺して、シュッて、下をシュッて回します。そうすると、こういう感じで2箇所跡がつく。ここね。こういう。で、こっから、まあ、下でも上でもいいんですけど、ちょっと針の大きさを変えて、ここで同じような感じで、シュッシュッっていう、こういう跡をつけてください。この2箇所からね。下でも上でも構わないです。で、引くと、ちょっと曲がったな。ごめん、フリーハンドでやってるとね、こうなっちゃうんですけど。よいしょ。まあ、このぐらいかな。で、まあ、ここ引く必要ないんですけど、本当は。ちょっと点線しとこうか。これが半径なんです。ここ垂線になってるから。
ことは、この中心からここまでが半径なので、針を刺します。ここに合わします。ぐるってやったら絶対綺麗になるから。全部接するから。で、これは、絶対うまくいかないんですけど、ひどいな。ひどいな。ごめん。こんな感じ。ごめん。ごめんね。まあ、書き方はこんな感じになります。で、もし、どっかが激しくずれた場合は、どっかがずれてます。書き方として。作図、特に内接円は外接円もそうか。そうなんですけど、適当に一箇所でもやってしまうと派手にずれます。で、派手にずれたら丸はもらえないので、書くの二等分線の書くときもそうですし、この垂線書くときも、ちょっと丁寧に気をつけながらやってみてください。で、ちなみに、まあちょっとセットでね、覚えてほしいんですけど、今回内接円じゃないですか。で、外接円がもし出てきたら、外接円っていうのは、こっち書くの二等分線でしょ。外接円は垂直二等分線の集まりなんです。中心がね。だから、まあどこでもいいんですけど、こことここに針を刺します。で、ちょっと大きめに開いて、垂直二等分線の書き方はこうですね。シュッシュッってなるやつ。で、ピーって引きます。で、次に、じゃあ下行こうか。こことここに針を刺して、シュッシュッってやって、ピーって引きますって。で、その交点が中心です。で、今回は、この3箇所通るって分かってるんで、ここからここまで、どこでもいいですけど、ここからここまで、どこでもいいけど、そこの距離が半径だから、針を刺して、どっか3箇所の1箇所に合わせて、ぐるって。あ、ずれたよね。ずれたけど。書けば、これが外接円になります。これもセットで覚えておいてください。内接円と外接円はね。と、こんな感じです。では、次行きましょう。で、次はちょっと難しいですね。線分 AB、これを斜辺とします。で、結局直角三角形を書きたいんですけど、まあ、斜辺となる。で、直角三角形の残りの一辺、どっちかの一辺が2分の 1AB、これの半分になるような直角三角形を作図したいという問題。だから、まあ、こういう直角三角形、こんなね、直角三角形を書いた時に斜辺になりたいからね。ここ、短い方がこれの半分にぴったりになってほしいというタイプの問題です。で、これは何を書くかっていうと、まず、AB の中点を調べたいんです。中点、真ん中のところで、中点の調べ方は垂直二等分線、ここのね、シュッシュのやつ、それで中点が分かるので、まずこことここに針を刺して、うん、このぐらいかな、大丈夫かな。で、線を引く必要はないので、こうね、まあ、ちょっと一応分かりやすく引きますけど、ここの部分が欲しい。これが今中点ですよ。O とかにしとこうか。中点。となります。で、次に、ここは中点ってことは、これを直径で考えると、O に針を刺して、A から合わせて、くるって巻いたら円が描けます。絶対に。で、円を描いてください。まあ、こんな感じで。で、次に何をするかっていうと、ここに針を刺して、今度、O まで測って円を描いてください。さっきと同じ大きさの円ができるんですけど、こっちにずれる感じ。ちょっとごめん、こっち行っちゃうけど。まあ、こんな感じです。で、今、交点ができたじゃないですか、ここに。まあ、下でもいいんですけど、こっち行こうか。ここ。ここを定規で結びます。ここを定規で結びます。これ完成です。これで終わりなの。だこれ知ってればすっごい楽なんですけど、知らないとできないっていう。で、なんでこれで満たしてるか説明します。まず、なんでここが直角になってるかっていうと、右側の円見てください。これ、AB、ちょっと C で置いちゃおうか。ABC、円に内接してます、ここ。で、内接してるし、しかもこれ中心通ってるから直径なんだよね。これ円周角の時にやりましたけど、一辺が直角になってるので、ここは90度でやります。これ円周角の定理でやったやつ。だから、あ、直角三角形満たしてますと。で、もう一個は、ここが、AC がね、これが今2分の 1AB になってるんですけど、
なんでなってるか。これはね、左の円を見てほしいんですが、AC と AO 同じです。なぜなら両方とも円の半径だから。同じ長さですよね。で、AO っていうのはもともと AB の半分で設定したので、当然 AB の半分、同じ。じゃあ半分ですよね。で、満たすことができるので、この書き方で、この、ね、まあ、条件を満たす直角三角形が書けるという感じになります。いいかな？では、今回は高校数学数 A の作図丸1をお送りしました。ね、もうちゃんとしたの持ってないんでね、完全にフリーハンドでめっちゃ汚くなってしまったんですが、今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、この作図シリーズはこんな感じでいきます。全部ね、ちょっとフリーハンドでなってしまうんですが、まあ、それでもいいよという方は、ぜひね、次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。